鳥海金一11月13日から2006年4月6日は、鳥取県生まれの物理学者、工学博士、鳥取県立倉吉東高等学校卒。1950年代に、米国のアルゴンヌ国立研究所に留学、帰国後、原子力工学の草分けとして、日本原子力研究所における、原子力平和利用の研究に従事。 日本原子力研究所大洗研究所所長、東京理科大学教授などを歴任。日本機械学会名誉院社団法人日本工学アカデミー会員。水が沸騰し、沸点に達すると熱を伝導する接触面に水蒸気の気泡が発生する。つまり、加熱した電熱面の特定の場所に蒸気泡が形成される。この気泡の形状が 扁平であることを実験で確認し、撮影することに成功した。この熱伝導面における扁平気泡の原理を利用すれば、効果的な冷却方法や沸騰方法が開発できるわけである。加熱された原子炉の冷却などにも応用できる。この沸騰状気泡の電熱面離脱に関する発見と、その応用が取り替え博士の研究者として最大の業績と言える。 1983年に原子力委員会廃炉対策専門部会のメンバーとしてまとめた廃炉対策専門部会報告書原子炉の廃止措置についてでは原子炉が稼働期間を経過した後における原子炉の高級的運転終了に伴って取られる廃止措置、すなわち原子炉の廃止措置を原子炉の設置、運転の場合と同様に適切に実施することを求めていた。 特に、広範囲かつ高度の技術を要する即時解体を可能とする技術の確立する必要性を訴えていた。さらに、昭和60年代前半のうちに原子炉施設の解体に関する技術のシステム化として安全基準、人材の養成体制の整備を求めていた。核兵器への認識としては、1945年8月の広島市と長崎市への原子爆弾投下が日本を 降伏させたという原爆集戦説を否定していた。もしも原爆投下がアジア太平洋戦争末期に死に物狂いで戦った日本を和平に向かわせ降伏を決断させたのであれば原子爆弾は平和をもたらす兵器となってしまう。つまり原爆投下の理由として原爆集戦説を認めれば核兵器の保有、開発は平和をもたらす行為と 解釈せざるを得ない。これでは、核兵器の開発、製造、保有も、核実験も非難することはきない。このように考えて、原爆集戦説という俗説には、終始批判的であった。九百三十二年四月ラ羅南人城小学校、入学記念。父常夫と百二十五年十一月十三日、日本陸軍軍人の鳥海常夫の長男として、出生。 鳥取県の倉吉中学を卒業後、1944年4月、松江高校に入学した鳥海清日。1926年4月、生後5ヶ月の有料な赤ちゃんとして、愛国婦人会山口支部長より、戦勝状を贈られる。1932年4月、朝鮮半島の港町である、ラナン神城小学校に入学。すぐに、 やや内陸の朱毛山公立人庁高等小学校に移る。1939年4月、鳥取県の旧正倉吉中学に入学。1944年4月、旧正高校の松江高校理科後組に入学。自習量である北二両の寮生となる。1944年には、食料増産に動員された。学生たちと農作業に従事している写真が残っている。 1945年2月には、住友金属の甘ヶ崎交換製造所研究部に動員された。この研究所の屋上で撮影した写真も残っている。1945年4月、東京大学工学部航空原動機科に入学。航空機開発、製造に関する学科の大学生たちは、1943年の学徒動員にもかかわらず、 学業を続けることができたのである。1944年4月の松江高校北に、両生たち、鳥海金一は前列右端。1945年8月15日の終戦を19歳で迎える。当日、大学の授業に行ったが、教官は来なかったという。終戦の日の層は、当時、選挙区が悪化する中、東京大学に、 夏季休業はなかった。終戦の日に日本が降伏したことを知ったが、授業に出席するために大学に行った。しかし、授業を担当すべき教官が、いつまで経っても教室に来ない。1868年、上野の山に、将棋隊が立てこもって、政府軍との戦闘になった当時、慶応義塾の福沢諭吉は、平然として授業を続けた。しかし、 1945年8月15日の東京大学では戦火が収まったというのに授業は断りなく取りやめにされた。このように親族に漏らした。1948年3月東京大学工学部機械科卒業。廃線により軍用機の開発、研究は禁止された。それに伴い大学の航空原動機化も廃止され機械化となっていた。 戦後、通商産業省を経て、シカゴ大学留学。これは、日本政府の原子力推進政策を受けたもので、アルゴンネ国立研究所でも学んだ。工学博士。帰国後、茨城県東海村の日本原子力研究所と、故障において、本格的な原子力平和利用の研究を開始し、日本初の原子炉完成に尽力した。原研技術者として、 25年間三戸市在住。大洗町の日本原子力研究所。大洗研究所所長を最後に、原研を退職。1966年東京大学から工学博士号を得る。論文の題は、水冷却型原子炉の熱除去に関する研究。その後、千葉県に転居し、東京理科大学教授に就任。勤務地は、野田市にある、東京理科、大野田キャンパスで、 機械工学、原子力工学を教授した。校舎には原子爆弾の開発と使用に関する前述の議論が含まれる。東京理科大では79歳まで非常勤講師として授業を担当した。ありがとうございます。